抱えていごせは、江戸時代の浮世絵師。葛飾北斎の門人。生は砂山、名は金倉。はじめは、北がと称し、後に、砂山ごきよし、抱えていごきよし、青青、皇帝東、東一と号ー江戸の横山町三丁目に住み、文化初年頃には、浜松町に移った。抱えていという号は、女好きな性格から、 抱き手をかけ、抱き手と読み、またその女好きが講じて、北斎の妻に手を出し破門されたなどと言われているが、抱え手とは別語片手の字を変えたもので、法帝と読むべきであり、女好きで、北斎の妻に手を出して破門されたというのも、何ら根拠のない虚説である。北斎に入門したのは、完成末年から、今日はの初め頃とされるが、 文化4年の市川白煙追善術親玉に北側の落款がある航路とボタンの挿絵が現在確認できる作例として最も古い。はじめは北斎の影響を受けた特本の挿絵やすり物を描く。宿屋飯森の教科連、五側に属して教科にも親しみ、教会絵本なども手掛けている。文化7年、五世と改名。文政2年9月に、 島の国松本を訪れ、後に、生安寺工事に移り住む。松本の商人らと交友し、またそれらの求めに応じて、風笛などを残した。ご世による、風笛は7点確認されているが、屏風笛を描いた浮世絵師は、珍しいとされる。天保6年10月上旬頃、生安寺工事にて没す。 ご世とこういうのあった、松本の書店主高見神左衛門の日記には、天保6年10月10日の上に、先日ご生が亡くなったとだけ記しており、正確な日にちはわからない。表年も不明だが、美人花池図には、67歳とあり、この年まで生きていたのが伺える。門人に成長、清志ががおり、成長は、宿やいい森の子にあたる。ありがとうございます。